隠せたってことか。ああ、この引き出しの中にね。それで隠したことになるのか。鍵つけっぱなしだぞ。それでいいんだ。むしろ鍵はわざと目立つところに置いた方がいい。ただの日記帳じゃないか。多分ほとんどの人間はこの単なる日記帳を読むことでこの引き出しの秘密に満足する。でも本当の鍵はこっち、僕の机の周辺のどこに転がっていても不思議じゃないただのボールペンだ。その芯を使う。それが鍵なのか。そう、引き出しの裏によく見ないとわからない小さな穴がある。その穴にこれを入れるんだ。なるほど、二重底か。まあ日記のフェイクもあるし、それなら見つからないだろう。それだけじゃない。ん？たとえ二重底だと分かったとしても、こうしてノートを手に取ることはまずできない。わかる？この電気を通さないボールペンの芯が絶縁体となり電流をせき止めている。中底を閉めた時にはこのゴムが絶縁体となり電流は流れない。しかしもし誰かが強引に中底を外せば、その瞬間薄いビニールに入ったガソリンに火がつき、ノートは一気に燃え上がる。完全に証拠は隠滅されるという仕掛けだ。燃やした理由は本当の日記を隠していて見られたくなかったからという一番人間らしい理由でまあ通る。物がノートだしね。デスノートを人間が持った時、その隠し場所に一番困るという話は聞いていたが、ここまでやったのもライト、多分お前が初めてだ。それにしても危険な細工だな。少し手順を間違えただけで自分が大やけどするぞ。危険？また変なことを言うね、リュウク。僕は最初から危険を犯しているじゃないか。デスノートを手にした時点でね。それに比べたらこんなものは危険のうちに入らない。むしろ逆に僕を安全にするんだ。家からボヤが出るのと死刑になるの、どっちがいいかさ。